トレッシャー・アラザン、AW トレッシャー・グルズ。トレッシャーは、文章学における、シールドまたは、フィールドの外周から少し離れた場所を、フィールドの形に沿って取り囲むチャージである。一つのトレッシャーの内側に、さらにもう一つトレッシャーを置く二重が通例であり、フローリーを施されていることがほとんどであるが、これらは、 トレッシャーを使う上で不可分というわけではない。スコットランドの文章学では国章にも用いられているため重要なチャージであり、オーディナリーのうちサブオーディナリーと考えられることが多いが、それ以外の国や地域ではオーディナリーには含めないことも多く、明確にその位置を定めるのは困難である。トレッシャーは通例二重にして用いられるが、 左右人組で用いられるフローンチのように複数型で示すだけで数は自明とはされず二重のトレッシャーは常に AW トレッシャーと記述され複数型にもしないという特徴がある著者やその文献が書かれた時代によって大きく見解が異なるチャージでありオールのディミニュティブと定義されていたりオールをボーデュアノとディミニュティブと捉え トレッシャーもまたボーディアのディミニューティブだと定義されていたりする一方でディミニューティブとみなされることもあるとの説明にとどめられていることもありディミニューティブとしての定義が必ずしも定説でないことが伺える単にオールよりも細いチャージと定義してディミニューティブとしての定義が言及されていないこともあるより具体的にオールよりも細く外周に近いものと定義されていることもある これは、オールは、イニエスカシャンの中央部を除去したものであり、イニスカチャンボイデッドまたは、フォルスイニスカチャンと記述でき、イニエスカシャンを背景が見えなくなるほど、大きく描くことは稀であることから、必然的にオールは、フィールドの外周から離れるということを根拠としている。また、二重であることが必須とされることもあるが、二重であることが普通であるが、 必ずしも不可分ではないとされることもある。少なくとも、現代の文章学では、二重でないトレッシャーを描いた、文章も実在するため、二重を必須とする定義は、正しくないか、廃れた定義と言える。ダブルトレッシャーフローリーカウンターフローリーアラザン、A ダブルトレッシャーフローリーカウンター、フローリーグルズ、トレッシャーには主に上下左右とその中間の四隅の八。 方向、または、左下隅、右下隅を除く6方向に向けて、小さな装飾を施すことがあり、各位置に、外側と内側に向けた、フラダリを互い違いに配置する、フローリーカウンターフローリーが、最も頻繁に用いられる。綴りには多少揺らぎがあり、トレッシャーフローリーカウンター、フローリー、フローリーカウンターフローリーなどを配分を入れる箇所が、異なることもあるが、 意味はすべて同じである。トレッシャーフローリーとだけ記述した場合でも、フローリーカウンターフローリーと考えられるのが一般的であるが、特にトレッシャーフローリーインワードと記述して内側に向いているフラダリだけを描くこともできる。フローリーカウンターフローリーでフラダリを置く位置は記述の通り8箇所または6箇所が最も多いが、 フローリーカウンターフローリーと認識できればさらに数が多くても構わない。中には8カ所のフラダリの間にさらにもう一つずつフラダリを加え16カ所としているものもある。この場合でも紋章記述は同じである。また、貴族、騎士のサーコートやその牙のバーディングの上に着せるコート、女性の服飾などは面積が大きいため適宜。 フラダ・リの数が増やされて描かれることがある。フローリーは二重になっているトレッシャーは元より、二重で、ないトレッシャーにも施すことができる。かつては、トレッシャーの装飾といえば、フラダ・リと考えられていたが、現代の紋章学ではそれには拘束されなくなっている。カナダ国籍を有する紋章保持者のうち、スコットランドと深い関わりのあるもの紋の章にはダブル。 トレッシャーに、カナダの国旗にもなっている国を代表する木である、サトウカエデの葉が、フラダリの代わりに用いられているものがある。その紋章記述は次の通り。フローリーなどの装飾がないトレッシャーが稀であることから、それらの就職を含めてトレッシャーだと誤解されがちで、あるが、就職がなくてもトレッシャーを用いることは可能である。スコットランドの国章は、 A ライオンランパントウィズイン、A ダブルトレッシャーフローリーカウンター、フローリー、グルズ、トレッシャーを用いた紋章で最も有名なものは、スコットランドの国章である。ダブルトレッシャーにフローリーカウンターフローリーを施した、ギュールズのトレッシャーは、スコットランド王家のロイヤルチャージとなっている。これは、スコットランド王家の女性の直系の家や、国や君主に対して、 類まれなる功績のあった人物だけが使うことを許される。また、婚姻によって、スコットランドと同盟を結んだ家も使うことができた。A.B. ブルック・リトル、ジョン・ P. アンヘラルディック・アルファベット、ニューヨーク、USA、アルコ・パブリッシング・カンパニー。 インク、ピアニッシモ、P205、ISBN0356031594、LCCN73 から 164139AB ウィットモア、ウィリアム。H、ザ・エレメンツ・オブ・ヘラルドリー、バーモント、USA& 東京、ジャパン、チャールズ・イ、e、ー・タットル仕様、インク、ピアニッシモ、P24、LCCN68 から 25891ABCD。25 ロースリー、外カドガン、1915、1994、1995、コンサイスエンサイクロペディアオブヘラルドリー、ロンドン、イングランド、スタジオエディションズリミテッド、ピアニッシモ、P12、ISBN、1から859580491、パーカー、ジェームズ、トリッグ、ジム、A グロッサリオブタームスユーズドインヘラルドリー、 A グロッサリーオブタームスユーズドインヘラルドリー2009年9月16日閲覧 A.B. スレーター、スティーブン、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ヘラルドリーロンドン、UK ヘルメス・ハウスピアニッシモ P78ISBN0 から681970545ハット A.B.C.D. ブーテル、チャールズ、フォックス・デイビーズ AC エドハンドブックツーイングリッシュヘラルドリーロンドンリーブスターナーピアニッシモ P142 http コロンスラッシュ w w w g u t e n b e r o r g スラッシュイテキストスラッシュ231862009年9月16日閲覧オディールグレイビローズコールダーザパブリックレジスターオブアームス フラッグスバジーズ・オブ・カナダザ・カナディアン・ヘラルディック・オーソリティ2009年9月16日閲覧16箇所にフラダ・リが配置されたスコットランドの紋章ヌーベッカーオット・フライド A ガイド2・ヘラルドリーニューヨーク USA バーンズ・ワンドノーブルピアニッシモ P9697ISBN0 から7607903458 ベンディングフェルド、ヘンリーグーイン・ジョーンズ。ピーター・ヘラルドリー、ニュージャージー、USA、チャートエル・ブックス、インク、ピアニッシモ、P118、ISBN1 から555219322、ブレア・キース・チャーチル。ザ・パブリック・レジスター・オブ・アームス、フラッグス・バジーズ・オブ・カナダ、ザ・カナディアン・ヘラルディック・オーソリティ、2009年9月16日、閲覧。 モンフォーコン博の紋章、ありがとうございます。